皆さん、大リュープ主のルナです。そしていきなりですが、皆様は N ゲージはご存知でしょうか？まあ大半の方は知っているでしょう。というわけで今回は、所持数が非常に少ないですが、ウプ主の所持している車両の紹介、また今後制作予定されている、N ゲージ物語シリーズのキャラ設定などを紹介したいと思います。それでは前置きが非常に短いですが、早速本編へ行きましょう。それでは早速始めていきましょう。まずはトミックスの機関車から紹介していきます。EF210 のシングルアーム搭載車です。ウプ主が一番最初に購入した電気機関車ですね。プレートはよくわからないので適当に設置したそうです。この機関車の N ゲージ物語のキャラ設定はまだ決まっていません。あとあんまり喋りすぎるとネタバレになるので、キャラの性別のみを紹介しますね。今後キャラ設定を変更する場合もありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。そしてパーツが外れてしまった撮影中のウプ主です。っていうか外れてるの気づいてないですね。今気づきましたね。ようやくハマったようですね。ちなみに私、器用さには自信があったりします。あとここだけの話。私短距離走ウプ主より速いんですよね。50メートル走で6秒台出したことあります。ミルも6秒台でライバルだったりします。でも私は長距離が苦手でいつもウプ主に抜かれてます。めっさ悔しい。ウプ主は長距離得意だそうです。ウプ主がやってる球技とは適性が合ってないんですけどね。ミルも長距離苦手だそうです。やっぱりシングルアームはかっこいいですね。こちは一つだけ持ってますが、紹介は割愛しますね。こちらは中古で購入した EF65 です。こちらもキャラ設定は決まっていません。ヘッドライトは両側どちらも点灯しますが、テールライトは両側どちらも点灯しません。パンタは交差型です。機関車の紹介は以上です。次は通勤型電車の紹介をしていきますね。こちらはトミーテックの105系2両です。キャラ設定で性別は男でいきます。こちらの車両はヘッドライト、テールすべて点灯しません。モーターは後付けです。ファンタは別売りで売ってますが付けていません。ウプ主が所持している車両のうち、この車両モーターが一番動きが悪いです。それでは次の車両。大阪環状線103系3両です。造血セットはあるのかわかりませんが、購入するかはまだ未定です。ちなみにこの103系はウプ主が人生で、初めて購入した車両です。購入したというよりも、親戚の人に買ってもらったやつらしいです。こちらがモーター車ですね。ウプ主が所持している車両の中で、一番モーターの状態が良いです。パンタはひし形です。ヘッドライト、テールは全てついていません。それでは次の車両。323系大阪環状線です。この車両のキャラ設定は過去に投稿した、イメージテスト動画の通りになっています。また近いうちに造血セットを購入予定です。パンタグラフはシングルアームですね。いつ見てもシングルアームはかっこいいです。
車両はトミックスの207系新塗装です。キャラ設定は、今後購入予定の基本セットが、旧塗装か新塗装かで決まります。旧塗装でしたら女キャラ、新塗装だったら男キャラでいくと思います。逆に、現在旧塗装や新塗装の価格が、他の車両に比べて結構高いので、Nゲージ物語に登場しないかもです。もしかすると207系を売り飛ばすかもしれないです。いや、207系高すぎるんですよ、本当。あと321系も気になっていてですね。キャラ数も多すぎると登場数に偏りが出るので、207系か321系どちらかの購入を検討しています。それでは次の車両の紹介です。683系特急サンダーバード6両です。やっぱりリニューアルはかっこいいですね。あとキャラ設定は男でいきます。造血セットは購入しない予定です。そもそも自宅レイアウト上、ホーム対応両数が8両までなので、造血してしまうと9両になってしまいますからね。287系みたいに7両だったらいいんですけどね。それでは最後の車両の紹介です。すみません、まだ221系がいました。っていうかこのチャンネルをよく知ってる人は、次紹介する車両わかるでしょ多分。ウェスタンチキンですよ、とか言ったらまたパクリ言われるのでやめましょうか。221系のキャラ設定はまだ未定です。造血セットは近いうちに購入予定です。また更新車も購入したいです。あとさっき207系と321系どちらか一つに、絞っていたのは221系の未更新と更新車の、購入予定が関係していたりします。簡単に言うと221系更新と未更新を揃えたい。でも225系新快速も欲しいしその他も欲しい。でもじゃあ西のキャラ数多くなる。もうロングシート車いらなくね。これがリアルーツ主の現在の思考です。まあこんな感じですね。もう最後の車両の紹介に行きましょうか。キャラ設定は過去に投稿したイメージテスト動画の通りです。あと先ほど言った通りレイアウト上。両数は8両までなので前4両は購入しません。それでは今回の動画はここまでにしますか。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もゆっくりしていってね。